ちゃくちゃ人気らしいですね、うんうん、これいいですね、うん、ここもなんか革でできていて、うん、懐かしい。皆さんこんにちは、パリジェンヌラシリストの清水さやかです。今日はだいたい3000から4000円のフレグランスが最近市場にすごくたくさん出てきたので、こういったものをプレゼントにするといいかなっていうので、スタッフの望月と一緒に恵比寿でいろいろと揃えてきたものを並べてみたのでご紹介していきたいと思います。では早速1個目から紹介したいと思うんですけど、はいはい、これがミデフィオーリですね。ミデフィオーリ。前私が、なんだっけ、洗濯のやつで紹介したブランド、はい、同じブランドですね、はいはい、これはフレッシュな香りですね。3780円で 100ml で、うん、あ、清潔感のある香り。これはなんか本当年代問わず、どこに置きたいですか。これ私だったら、あ、でも男性でも女性でもいい、あのベッドの上、私ですね、うん、このブランドのディフューザー持ってるんだけど、実は1個ベッドのところに置いとくと、たまにふわーって軽く、あの香りの立ち方はやっぱりね優しいんだけど、これいいですね、うん、すごい。ここもなんか革でできていて、うん、すごいおしゃれだなっていう風に、男性へのプレゼントにもいいかなと思います、うん、これ3780円だから、はい、イタリアのフレグランスなのにすごい、うん、リーズナブルでお買い得ですね、うんうん、いい感じです、はい、でこれだいたい2ヶ月ぐらい持つらしいです。100ミリがだいたい2ヶ月ぐらい、ね、2ヶ月ぐらいです。置く場所にもよるんですけど、うん、そうですね、2ヶ月ぐらい持ちます、はいはい、続いてレイヤードフレグランスになります、はい、最近話題のレイヤードフレグランスこちらも同じ 100ml で3300円ですね、うんうん、3300円、はい、さっきよりちょっと安い、ちょっと安いです。これめちゃくちゃ人気らしいですね、うんうん、レイヤードフレグランスの中でも、うん、このディフューザー一番人気だそうです。そちら洋梨の香りです。うーん、ちょっと甘いですか。これね、洋梨の香り、うん、確かに、うん、まあ、フルーティーだけど、うん、フルーティーですね、さっきと一緒で、うん、爽やかさもあるフルーティーさだから万人に好かれると思うし、実は昨日あのスタッフが下で、メンズのスタッフもこれ一番いいって言ってたから結構あの問わずでプレゼントにいいかもしれないし、すごい人気ですね最近。ユニセックスで、そうですね、使える香りですね。最近その辺歩いててもレイヤードフレグランスすごい見かけるね、見かけるようになりました。続いてワックスリリカル。ワックスリリカル2つ、同じ 100ml、 はい、はい、2つ同じですね、はい、うん、こっちがグリーンティーのとベルガモットが入ってる感じ、はい、うん、いかがですか。結構吸い込んだらしっかり香りがくる感じ。そうですね、お茶の香りが。これ4000円。4000円です。でアンバーとムスクはしっかりと、あ、なるほど、ベースになっていますね。重たい香りなんだけど、うん、爽やかさもあってふわっと香ってくるような感じ、はい、そんなに香りは強くないかなっていう感じかな、はい、うんうん、こっちは何の香りですか。ブラックティーとジャスミン、あ、でベースにアンバーとパチュリが入ってますね。こっちの方が重いですね、うん、重いですね、重い香り。これ男性と、ね、うん、男性いいと思う、すごいいいと思います。重い香りが好きな人はもう爽やかではなくって、うん、なんかちょっとこれも寝室とかいいかな、うん、これとこれで言うんだったらさっきのこっちがどっちかと言ったら爽やか系で、こっちが重めなので寝室と例えば水回り系、ね、水回り系すごいいいと思います、うん、いいかなと思います。お茶の香りなので、はいはい、じゃあ5個目、アシュレイ&バーウッドです、はい、アフタヌーンティーで、グリーンティー価格はすごい安くて1400円、うん、1400円でディフューザーが出てくるってすごいよね。なるほど、一番最初に買ったのがこれっていう声が多かったです。多分1400円で入りやすいので、あ、確かに、はい、1400円だったら買ってみようかなって思ってスタートする人多いかもしれないですね、うんうん、すごいちっちゃい空間だったら香り立つかなと思います。この香りの立ち方で言うと、あのやっぱりそんなに拡散する感じの、あの方向感はないので、うん、でもしっかりと柑橘が飛ぶように結構下にムスクがあってトップに柑橘系来てるはずなんだけど、
方向で言うと、うん、ちょっとちっちゃい空間がおすすめかなと思います、うんうん、はい、では6個目、はい、こちらフランフランで購入してきた、はい、ものになりますね、はい、でも 150ml、うん、こっちか、うん、と 200ml、 あ、ちょっと大きめってことはさっきよりもちょっと持つってことだ。持ちますね。2ヶ月半から3ヶ月ぐらいのイメージですね。はい、はい、香りいかがでしょう。香り、はい、今すごいこれ匂い嗅いだ瞬間いいって思った。これすごいオレンジ、うん、ブラッドオレンジ、はい、でなんかすごい香り、日本人ってやっぱり柑橘系がすごい好きだって言って、ね、世界でも日本人がやっぱり柑橘系がすごい好きだと、うんうん、あと日本人の他にイタリア人だけなんだけど、日本人にめちゃくちゃ刺さるいい香りだと思う。これいいですよね、うん、スタッフの方も一番おすすめって言ってたので、見た目も可愛いですし、可愛いしね、これあの女子のプレゼント女の子にそうだねぴったりですね。そうだね、価格も3800円で、うん、可憐な香りがします、うん、はい、もう一個、はい、こっちが 200ml になります、はい、今までで一番大きい。ベルガモットとジンジャーの香り、あでやっぱりベースにムスクとアンバーは入っております、うん、同じフランフランだけど、うんうん、と男性女性って感じだね。男性ですね。男性女性、うん、すごいおしゃれ。これなんかねもう見た目が寝室だもんね、うん、いいですよね。あとかっこいいお部屋とか、うん、入り口どうですか。玄関とか靴箱の上にポンってちょっと置いてあったらおしゃれ。おしゃれですね。おしゃれだし、うんうん、まあさりげなく香っていい感じですね。これもこれも私どっちかって言ったら玄関っていうイメージかな、うん、そうですね。部屋だとちょっと甘すぎるかなっていう、うん、こっちは、うんうん、はい、はい、じゃあ8個目、はい、8個目がラリネっていうお店なんですけど、はい、最近なんか増えてきて私よく見るお店なんですが、うん、ちょっと可愛い系でボディクリームとか、はあ、めちゃくちゃいいわこれ。これ可愛いんですよ。これ新作。可愛い、可愛い、香りがいいって言ったのに可愛いって言われちゃったそれ4200円で 200ml 入ってます、うんうんうん、この香り私すごい好きなんだけど、うん、サンダルウッドです。あとイチジク。なるほどね、うん、ホワイトフローラルの香りですね。なんだろう、今までの中で言ったら、うん、8個目にして初めて深みのある香りが来たって感じ、うん、やっぱり重さ深さって違うじゃないですか。これいいですね。重い香りと深さって違うから、うん、これがなんかこう深いイコール安っぽくない、うんうん、安っぽくないですね本当に、うん、次が同じラリネっていうお店で、あ、同じとこなんだ、はい、レモングラスの香りですね。ライムとベルガモットの柑橘系の爽やかな香り。懐かしい。ちょっと失礼だけど匂い玉とかそういうなんか昔嗅いだ懐かしい、うん、いい香り、なんか安心する。癖が全くない。ないですね、うん、全く癖のない、なんだろう、嬉しくなる香り嬉しくなる香りってなんだ。嬉しくなる香り、でも本当に全然違うね。こっちが深みがあって、ね、こっち深みがあるわけで、はい、軽いのに、うん、やっぱり深さはあるから、うん、もしかしたらここのブランドって深みがちょっとある香りが得意なのかな。そうですね。これおいくらですか。これ4200円と2900円になります、うんうん、あ、まあ値段相応の香り方がすごいするなって思います。一応すべて買いでみて好きなのありました、うん、この価格帯で言ったら私はプレゼント品で使ってしまうと思うから、うんうん、なんかね、どこどこに使ってくださいっていうのであれば、うんうん、やっぱりレイヤードフレグランスは結構これから先もっともっと売れていくと思うし、そうですね、はい、万人受けっていう意味ではこれは男女問わずいける、うんうん、で見た目的にさっき言ったこの玄関のこのフランフランのやつも好きだし、うんうん、香りで言ったら正直一番刺さったのって本当はこれなんだけど、うん、これでも可愛らしい系だから、ね、なんかこう、うん、女の子でちょっと香り好きっていう可愛らしい系の子にあげるかな。いいですね、うん、あとミレフィオーリもねやっぱり好きかな。私それ好きですね、うん、結構。好きな香り、一番左のアミレフィオーリ、はい、うん、これはユニセックスな香りなので、うん、結構お部屋に置いてもいいかな、ね、さっき言ってた寝室の枕元とか、うん、すごいいいなって、うん、柑橘系多かったけど、はい、これも本当に何だろう、爽やかなこう小道歩いてる感じだから、うん、他の香りがあってもぶつからないからね、うん、そうですね、なんかいろいろ置いてあるところに置くのはいいかもしれない、うん、ね、見た目もシンプルで可愛いですし、うんうんうん、これプレゼントするとしたらどんな感じの人にプレゼントする？男性にあげるかもしれないですね。
あでもいいかもしれない。ちょっと女性ではなく男性で、うんうん、やっぱりね香水とかだとね、あの、うん、合う合わないで使ってもらえなかったりするけど、ね、これだったら絶対使うもんね、うん、絶対使うと思います、うん、これぐらいだとすごいプレゼントしやすいし、うんすねうん、絶対もらって嬉しいし、うん、しいあとここのに今あるものの共通点って、うん、あの結構トップに柑橘系来てるから、うん、あの嫌な人がまずいないと思うから、うん、万人に好かれる匂いっていうのがちょっと揃ってるかなって思うんだけど、はい、実はこのフランフラン以外は全部恵比寿の駅でアトレで全部揃ったので、うん、あのプレゼント探した時なんかに、うん、この価格帯でこれだけアトレに行ったらあるよっていうのは皆さんもプレゼント選びやすいかなと思うので、最後にちょっとあの価格を復習で、はい、はい、3780円の 100ml、はい、2ヶ月です、はい、大体でそちらも 100ml で、3300円、はい、で 100ml の4000円、はい、はいで次が 100ml の1400円、で次が 150ml の3800円、 200ml の3800円で 200ml の4200円ですね、うん、一番高いですね、はい、で 100ml の2900円になっております。全体ちょっと嗅いでみて思ったのは、うん、感想どうですか？感想、うん、なんかいろんな香りがあってすごい楽しいなっていうのは思いましたね。あとなんか選ぶのやっぱ楽しいしね、うん、全部いいと思ってやっぱ集めたものだから、はい、正直、うん、全部いい香りはするんだけど、うん、さっき言った通りこういうのとかも初心者さん向けだったりとか、うんね、なんか軽いプレゼントにいいかなとも思うし、うんうんあとこれなんかインテリアに置いててもすごいお花っぽくなってるので、すごい可愛いお部屋には合うかなとは思います、ね、可愛いお部屋、かっこいいお部屋、かっこいいお部屋ですねこれは、はいはい、今日は完全に3000、4000っていうこの価格帯であの絞って並べてみたので、皆さん本当にこの価格帯だったりとか、この香り今紹介した香りっていうのはアトリエの中でもこう厳選して選んできた香りなので、結構プレゼントなんかで喜ばれるかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか、最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか、目元にちなんだことだったりとか、アイメイクとかそういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。